石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。あの、先生の伝説は誠ですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。助かった。ここまででよい。石川先生の道場、武士にしては質素な居折り。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に。望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。おりませぬ。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは。生まれは百姓だが、弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。猛虎殺す。やつら酔ったタヌキだな。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。
米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器、たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。それでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよう。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。門が開きます。わしの合図を待て。奴らをメイドへ送ってやれ。縛られ矢の的にされたか。巴は待て。これは巴のもの。辺りを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。
巻物、猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服、巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島の者です。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、行ってよ。死にたくない。長いは無用、行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。先生、巴の消息は。つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか。まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを。持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。
事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか。どうしたもたもたするな。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは。いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。いやだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに。矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が。10人かそれ以上。あとを追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。あやつら。何をもとに弓の稽古と。何の罪があるというのだ。島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。巴の消息は。日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。
おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと。適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。同士討ちさせて島を取るのだろう。私の古い友も寝返りました。心弱き者ほど権や富や地位を求め、本意などたやすいものよ。いずれにしろ二人は執事を疎んじておったのでしょう。優しさは身を滅ぼす。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ。島中にだ。武士は自制を持たねばならぬ。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不可。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわれ、度胸だけは。天賦の才か。殺しの才。気づくのが遅すぎたがな。石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾広典に撃たれた者のこと。黙れ。ああ、長尾広典、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を蒙古にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ、余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。この価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一殺。早
やつめ、やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う？村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。来よったな。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れたものの長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。巴の後を追わねば。赤島に狙いを移したはずだ。先に行っておるぞ。わしの教えは西方に帰した。ご決断を。止める術はただ一つ。言われずとも分かっておる。ならば証明してくだされ。己わしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だ。いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。石川先生、これも巴の仕業ですか？猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにして蘭は野営の場所を？森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主が蘭か？はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか？
巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。奴らの野営はどこにあった。ここから南西の森、うん、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わった。わしも老いたな。なぜ嘘をついた。ご存じなかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずとも良い。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。よし。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。かがめ、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。日本式の矢。そうであろう。先生。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ。諦めろ。敵です。巴を追え。ここは食い止める。巴、逃げ場はないぞ。陣だね。石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。中言はいらぬ。決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない。一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。これからも頼むぞ。どこに消えた。先生に伝えねば。どうだった。私を殺さず巴は逃げました。お主逃がしたのか。
飛び降りたのです。崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか。あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いえ、聞いてなど。そうか。ともあれ次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよ。上学寺に戻るとするか。巴は神谷方に向かうはずだ。終わりは近そうだな。お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。政治を抜かすな。腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持ついとまもなくてな。巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生、わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神谷方におる。猛虎を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。皆殺しだ。犯人は丸焼けだ。火矢を使ったな。背負いられておる。今日疲れたのか。これは日本の矢。叔父上の兵か。犯人は島の者だ。おそらく集団。先生ならば話は別だが。ご無礼をいたしました。俺に忍び寄るのは進めんぞ。ここの猛虎を殺した者のお仲間かと。その方は侍で年老いた弓取りでした。石川先生だ。どこにおる。確か一日か二日で我が家に戻るはずです。そなたの家に。飯も暖もありますので。何の御用か存じませんが、下級のご様子でした。巴の足取りがつかめたのか。家はどこだ。この近く。じきに吹雪くので、まず私の罠を調べ、それからお連れします。よし、共に行こう。名は何と。松と申します。先生から何か聞いたのか。いいえ、何も。無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られて、どのようなご気分。重い席が伴う。密かにお楽しみでは。俺が化け物ならばな。それは意外なお答えでした。
獲物が取られる。追い払ってください。早く。任せろ。飢えておるな。お主ら、どうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくてついもう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか、獲物まで。飢えた島民だ。敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ。あと一つ。でも少し遠くに。先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。いや、ああよかった、獲物取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。何を見ておる。本土、猛虎も戦もない地。あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする。京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って雅な着物を着た人たちが止めどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。吹雪そうだ。行こう。先生がお待ちでしょうからね。あれを、猛虎が家の近くに。始末する。下がれ。家はどこだ。この近く。さあ、ここへ。ここです。お入りください。お優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで。島のためなら鬼にもなろう。私たちは辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、トモエ。先生曰く私は敵を見くびる癖がある。俺を殺そうとしなかったな。なぜだ。猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、旧兵を全て倒すなど無理だった。つまり助太刀がいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょ。三人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。酒井、お頼みを聞いてください。酒井、守備はどうだ。知らせがあります。北の城郭で巴と話しました。猛虎に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。
旧兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首をはねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も助力を必要としています。乗ってやるとするか。肩をつけてやる。酒井。巴から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。良いか。一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は。ウムギ谷の北、捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるでな。窮鼠は猫を噛むと言います。窮鼠など恐るるに足らん。あやつにできることは二つ。助力を仰ぐか牙を剥くかだ。巴を知った今どう思う。私を殺さなかったのは先生を油断させる策や。帰り討ちにしてくれるわ。待ち伏せでなければ話を聞き、企てが誠なら手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。ここからは歩くぞ。ダメ。敵が隠れておるやもしれん。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は。石川先生、ジン、私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あやつ、こっちに来て。ここで待っておれ。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン。愛も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。旧兵が攻めてくるそうだな。時と場所は。ウムギ谷、すでに向かってる。なぜ教える。藩への仕返し、私が旧兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします。しまった、もう米つけていたか。巴待て。罠など張っておりません。巴は応戦しておりました。芝居だ。油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り行ってあげましょうか。やめよ。このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。
麦谷を救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した？拷問を受けてたから。私が人思いを殺してあげたら猛虎に気に入られた。生き延びたことを謝らない。猛虎の番兵、私がやる。先生のような口ぶりだ。藁の奥にある林、あそこならば休めそうだ。巴、串でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。こっちへかがんで。猛虎は多勢であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか？いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め、俺が見張ろう。日が沈んだ、行くぞ。巴、先に行け。我らが続く。後ろから刺すつもりでしょ？敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。ダーゴロ、なって。ボッソトン、エンデソノルセレムステバ。勇むなよ、サカイ。先生、よく狙って。一夜、一冊。先生、高落としの技で二人仕留めましたね。見てたか。お前は構えを変えたな。右腕を下げたことで矢を放つときに。ああ、よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば旧兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る？私が先陣を、後ろは任せます。私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば木屋一本で片付く。いれば、こちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか？信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ！Go!
最後だな。まずまずの出来だ。巴はどこです？知らん。怪我でもしたか？巴！戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか？そうかもしれません。周平を殺したところで巴の罪は消え、復讐は果たしました。狙いはそれだけか？最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では麦谷には何が？村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのだ。そこもと、どうされました？女が通らなかったか？一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。巴め、たばかりおったか？ですが麦谷を救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったわけ。常に先を越されますね。だがまだあやつを止められるぞ。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも。あなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都につけるかもしれません。ああ、巴ならつけるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。あまり干渉にふけるでない。巴は覚えが早いな。